新製の R4600R4600 は MIPS3 命令セットアーキテクチャを実装したマイクロプロセッサの一種でクアンタムエフェクトデバイセズが設計した開発コード名はオリオン QED は設計専門企業で工場を持たないためライセンス提供を受けて R4600 を実際に最初に製造したのは IT でその後東芝さらに 日本交換が製造した。これらの半導体企業は R4600 をそれぞれ製造し販売した。R4600 が対象としたのはローエンドのワークステーション市場とハイエンドの組み込みシステムである。例えばシリコングラフィックスがインディーワークステーションに採用しデスクステーションテクノロジーは Windows NT ワークステーションに採用した。 R4600 を採用したインディは低価格だが、整数演算性能が高かった。組み込みシステムでは、シスコシステムズがルーターなどに採用し、キャノンがプリンターに採用した。R4600 を最初に製造したのは、イットで、1993年8月に最初の試作品が完成した。100MHz 版は1993年10月に発表された。 1994年3月のスピットデイットは 133MHz 版を発表。どちらも0.65マイクロメートルの CMOS プロセスで製造されており、電源電圧は 5V だった。NKK は1994年中頃に NR4600 として発表。最初の NR4600 は 100MHz で0.5マイクロメートルプロセスで製造し、 電源電圧は3 3ボルトだった。R4600 は設計が単純化されている。1サイクルに最大1命令を整数パイプライン、または不風に発行する。整数演算命令の多くは1サイクルの0点子で実行できるが、乗算と乗算はその限りではない。乗算は32ビットでも64ビットでも0点子が8サイクル。 スループットが6サイクルである。助算は32ビットの場合0点子と、スループットが32サイクル、64ビットの場合は61サイクルかかる。不風はパイプライン化されておらず、それによって、チップサイズとコストを低減している。このため、不動小数点演算性能が低い。しかし、ローエンドのコンピュータや、組み込み用途ではそれで十分だった。 単精度および倍精度の加算は0点子とスルーブットが4サイクルである。単精度および倍精度の乗算は一部パイプライン化されており0点子が8サイクルでスルーブットが6サイクルとなっている。単精度の乗算は0点子とスルーブットが32サイクルで倍精度ではそれらが61サイクルとなる。平方根の計算は対応する序算より1。 サイクルだけ短い。一時キャッシュは命令とデータそれぞれが 16KB で 2W セットアソシアティブ方式になっている。二次キャッシュを接続可能だが R4600 本体にはそれを制御するハードウェアは備わっていないので外部にカスタム ASIC または何らかのチップセットを必要とする。つまり R4000SC などとは異なり、 シシドバスと CPU の間に二次キャッシュが位置する構成になる。シシドバスは64ビット幅で最高 50MHz で駆動され、帯域幅は最大で 400MBS となる。R4600 はマルチプロセッシングをサポートしていない。各種クロック信号を生成するために3種類のクロック信号を外部から供給する必要がある。 派生品の r 四千六百五十は千九百九十四年十月十九日に発表された。デジタル信号処理向けに固定小数、点数演算用の命令が独自に追加されている。r 四千六百五十の連鎖版 r 四千六百四十は千九百九十五年十一月二十七日に発表された。こちらは外部インターフェースが六十四ビットから三十二ビットに 縮小されている。1997年9月16日、これらの1 5 0ヘルツ版と1 8 0ヘルツ版が登場した。1万コロットで R4640 を購入した場合、1 5 0ヘルツ版は30ドル、1 8 0ヘルツ版は39ドルだった。同じく R4650 は60ドルと74ドルだった。 R4650 には 133MHz 版と 167MHz 版もある。ナムコのアーケードゲームの基板システム23で R4650 が使われた。R4640 は WebTV の WebTV プラスで使われた。一都製 R4700。チップ本体のカバーを外したところ、R4600 を0.5マイクロメートルの CMOS プロセスに移植したのが R4700 で、こちらも開発コード名は、オリオンである。100MHz、133MHz、150MHz、175MHz、200MHz の版が存在した。ありがとうございます。